今日の面白い実験は飴玉のことを簡単に実験できるにじり裏だけでギリギリ見せる不思議な実験をやっていきたいと思います。では早速クイズ準備していきましょう。まず飴玉にクリップをつけていきます。で、一つまず2個だけつけておきましょう。で、ここで1個注意点です。この水に入れた時に飴玉が横になってしまうと実験がうまくいきません。水の中に入れた時に飴玉の向きが縦向きになるようにしてクリップで重りをつけてあげましょう。では早速実験をやっていきましょう。こちらペットボトルを持ってスープ握るんですね。そうするとこのように飴玉が下に行って、で力を緩めると上に浮いてくるという仕組みになっているんですね。すごいですよね。まるでマジックみたいで、でも不思議な現象ですよね。でね、なぜでこのような不思議な現象が起きるのか仕組みを説明していきたいと思います。飴玉を入れてキャップで閉めた時に飴玉は浮力という力で水に浮いています。で、それが外からペットボトルを押すことによって浮力が小さくなって飴玉が沈んだという仕組みになっていたんですね。 では、その浮力の源は何でしょうか。答えは飴玉の中に入っている空気です。空気が入っていると物を浮かせる力が大きいんですね。ただ、この飴玉に圧力がかかまると中の空気が縮むので、さっきのように沈んだり浮いたりという不思議な現象が起きていたんですね。いやー、とても面白い実験でしたね。今回の実験はお家にあるもので簡単にできますので、ぜひ皆さんもお家で実験してみてください。ということで今日は以上になります。ありがとうございました。